まあ、1年に1回まあこうやってみんなで集まって合宿今年で3年目なんですけど、まあ、毎回違ったことを得られていますし、まあ、みんなと一緒に滑ることですごくこうモチベーションが上がってすごくこう楽しくみんなで高められているなっていうふうに思います。ショートは、まあ、フラメンコ系の曲で、まあ、すごくこうステップの部分っていうのはこうすごい曲が盛り上がるんですけど、そこに合わせたステップっていうのが、まあ、すごくこう自分的にも気に入っていて、ちゃんとできればすごくいいプログラムになっているんじゃないかなっていうふうに思います。フリーはアンタッチャブルで、これもキャシー先生に振り付けしてもらって、前、まあ、昔ケイジ君とかも滑っていた曲なので、まあ、すごくこう、まあ、自分もこう最初聴いた時に、まあ、すごいかっこいいなと思ってやってみたいなっていうふうに思って、実際にこうプログラムを作ってやってみてもすごくこうステップは本当にこういい、まあ、ショートもフリーもステップは本当にいい出来なんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、しっかりジャンプを揃えて、まあ、いいプログラムにしていきたいなと思います。まあ、トリプルアクセルがだいぶこう練習でも入るようになってきて、まあ、本当に今年はこう勝っていかないといけないシーズンだと思っているので、まあ、しっかりショートでアクセル飛んで、で他の部分もミスしないように、でフリーでもアクセル2本入れていって、まあ、しっかりとこうジャンプが減った分小さなミス、大きなミス、まあ、しないように、一つ一つの要素を、まあ、大切に滑っていきたいなって思います。まあ、毎年全日本ジュニアではあと一歩表彰台に届かないっていうところにいるので、今年こそは絶対表彰台に乗ってやろうっていう気持ちで、頑張っていきたいなって思います。